こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はツイッター宛てに花さんからのリクエストがありまして、和食レストラン天狗、500円が270円3商品より4月30日までやってるらしいよというお弁当情報なんですけれども、これびっくりしまして、和食レストラン天狗さん、僕もこのチャンネルで行ったことありますが、ノーマークでございました。本当に情報ありがとうございます。サイトを見ていきますと、臨時休校給食サポートということで、3種のお弁当が今なら500円が270円という、さらにこれ下見ていきますと、小学生以下のお子様は3種のお弁当が100円ですって。どうなってんのこれ。最安値中の最安値ですよ。お弁当100円は聞いたことないから。この3種がどんな3種かと言いますと、鶏の唐揚げ弁当、ここですね。蕎麦屋風鶏天重、僕の大好きな麻婆豆腐重辛口。唐揚げ弁当以外はご飯はおかずの下にあるというものだと思います。この唐揚げ5個弁当と麻婆豆腐重をテイクアウトしてみたいと思います。さあ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 、買ってまいりました天狗さんの持ち帰り弁当でございまして、本当に一つ270円で買えまして、中身というかもうちゃんとボリューミーな感じするでしょ。内容を見ていきますが、まずはこちら唐揚げ弁当ですが、はい、しっかり唐揚げ5個でキャベツが写真よりも多いね。ここだけかと思ったら、唐揚げの下にも多分ぶわってありまして、こちらに付け合わせもありますね。これ用のご飯ですが、ご飯もしっかりあるイメージです。麻婆豆腐重ですが、重たい重たい重たい、ちゃんと重たい、ちゃんと重たくて、この感じ美味しそうだぜ。そんで麻婆豆腐の上にしっかりネギも振ってありますからな、からな。いや、素晴らしい美味しそうな見た目で、辛口って書いてありましたので、そこだけが不安ではございますが、これが270円、しかももしも小学生以下だったら100円はわけわかんない。これとこれセット100円、だってこれだけで100円もありえないのに、これもついてくるというか、これだけで100円もありえないわ。なんなら今回僕は一応ね、100円のシステムは使わずに自分メインで食べるので買ってきましたが、一応お子様特別価格の場合、お子様本人のご来店もしくは小学生以下のお子様がいらっしゃることを確認できるものをご提示いただきますということで、まあ、なるべくはね、保険証等をご提示いただいた方が一緒に行かなくて済みますからということでおすすめなんですけれども、とにかくいただきます。今日は自分的には麻婆豆腐メインで唐揚げをおかずにしていただくということで、なんとこちらはまた後でいただくという、取っておいちゃおうかしらという、そんな贅沢もできるんですね。でさ、何気にさ、ここのスポットのさ、使い方がお弁当によって違うっていうのもすごいことだよね。唐揚げの方から食べていきましょう。おっと、おまけ付きだ、おまけのプルルン付きだ。唐揚げも、うん、うまっ。いや、楽しい味わいというか、すっごく柔らかい、もも肉じゃない胸肉なんですけれども、その柔らかさに関しては全く問題ない、パサつき感もございません。すんごい柔らかくほっくり唐揚げでございます。で、やっぱり天狗さんは大人の方もお酒を飲みながら楽しめるお店ということで、衣の味付けもね、いい感じのしょっぱめで、これビールとかを飲まれる方はもう完全にビール案件進むんだろうなっていう味わいでございます。美味しい。唐揚げがもも肉じゃなくてがっかりしちゃうパターンってね、往々にしてあると思うんですけれども、これは全くそんなことなくて、もう超高評価。とにかく今はね、口がご飯を欲しておりまして、次はちょっと麻婆豆腐の中のまだあんかけがかかっていない部分の白い部分をちょっといただいて、ご飯と唐揚げの相性を見ていきましょう。まあ絶対相性いいんだけども、うん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 、はい、もちろんです。もちろん唐揚げさんがご飯少ねえよってちょっと怒ってました。すいません、こんだけしっかり味付けされた唐揚げさんですから、俺はもっとたくさんのご飯相手にできるよ、何なのお前はっていうことを今言われた気がしましたが、ただこの唐揚げが一口食べたこの瞬間はっきり言って、あれ今度もも肉なのかなって思っちゃうくらい、
ジューシーな感じもあんのよ。いよいよこちら麻婆豆腐の辛さチェックの方をしていきたいと思います。結局自分から辛口って言っちゃってるくらいですから、なかなか辛い可能性もあるんですけども、で今のでこのお弁当の厚みとかご飯の量がちょっとわかりますかね、この感じで。うん、うん、うまいです。そんな気にする辛さじゃないです。中辛くらいかな、なんならね、辛いと中辛の間よりも中辛よりのくらいの辛さでございまして、目にはちゃんとねこの感じで唐辛子とかも見えるんですけれども、なんならねそれよりも印象的なのがお豆腐の大きさとお肉、ひき肉のゴロゴロ加減プラスあんかけのトロトロ加減、さらにトゥルトゥルの豆腐の食感。ご飯をドリンクにする麻婆豆腐と思って間違いございません。これだって本当は500円してもいいのよ。本当に天狗さん、高いのは鼻だけで、僕実はねちょっと前に YouTuber のワッキーさんとコラボをした時にセブンイレブンのアレンジメニューでちょっと伝授してしまったものがありまして、実は唐揚げ弁当に麻婆ソースをかけたらめちゃうまですよっていうのをお伝えしてやってもらったっていう動画があったんですけれども、それねこのコラボレーションちょっとお見せしましょうか。実はちょっとね今日はだから上から麻婆かけるパターンじゃなくて、こっちからお邪魔するっていう逆パターンね、逆に米助さんのご自宅に突撃するみたいな感じになっちゃってますが、ちょっとね麻婆ソースをこう絡めてからの、はい、こう切ってまずこれ食べちゃいましょう。まず食べちゃいます。最強中の最強です。やっぱりこの組み合わせはなんでもっと浸透しないのかと思うくらいの最強感ありまして、結局麻婆と唐揚げが出会っちゃうとこのお料理界の生態系崩すからもうみんなが封印してるのかなって思うくらい合うんだよね。だから本当は麻婆ソースは今のところさ、お豆腐さんであったりナスさんであったりとか春雨さんであったり優しいメンバーたちと一緒に仲良くしてるっていうサークルであって、もうガツガツした唐揚げが入ってきちゃうとなんかその崩れちゃうから、いろんなバランスがっていうことでみんなのけものにしてんのかなって思っちゃうくらい、実は相性めちゃくちゃいいと僕思ってんの。今回のこの天狗さんの唐揚げに関しましては麻婆ソースの中で割とゴリゴリした食感を醸し出すでもなく、柔らかいからしっかりとソースと馴染んでくれるっていう感じなので、またそれが素晴らしい。乗っかってる姿はもう全部茶色だからよくわかんないんですけども、ちょっと見た目だけで言うとちょっと油淋鶏みたいにもなりますし、まあ合うのよ本当に。たまらん。この麻婆ソースがさらに唐揚げまで溶かして一緒にすごい柔らかいものにしていくような感じがして、もう本当に溶け始めたピノのごとく柔らかい。ではこういった付け合わせの方もいただいていきましょうかね。うん、おいしい。はい、ご覧ください。あんだけ盛り上がってた部屋に今もう唐揚げさん1個だけが残ってるという状況になってしまいました。バレンタインデー当日に自分にもしかしたらチョコくれる子が現れるんじゃないかと思ってずっと教室に残っちゃってる人みたいな感じの唐揚げになってますが、こっちに移動してもらいましょう。ここの居心地を楽しんでもらいましょう。改めてうまい。で今言えることはそんなに辛くなかったです。すいません、そこまで別に辛くない、大丈夫でした、全然いける。うんま、はい、ごちそうさまでした。いや美味しすぎたし、もう量に関しても申し分ないくらいのボリューム感があって、これで270円でございます。素晴らしいです。本当に今この時期にこうやってもう赤字覚悟の値段で僕らのね自宅にずっといるっていう生活を食で元気づけようって努力してくださってるお店には本当にこの期間が過ぎたらもう積極的に行ってたくさんの食事をして恩返しできたらなって思います。本当に素晴らしいお弁当でございました。でうちの奥さんに関しては気分転換、食とかいうよりも割とね急にウクレレやろうかなとか言い出したと思ったらもう買っちゃってすぐ届いちゃって、それ今ね毎日ね
1曲練習してるんです。1曲その日に練習してできるようになった曲を、その日の夜にソファーあるんですけど、リビングに奥さん娘僕の3人で並んで、奥さんがウクレレ弾いて僕と娘が歌ってるっていうところを、なんかしないけど奥さんが動画に撮って、それを奥さんのお母さんとかご兄弟に送るっていうことを、なんか恥ずかしいやつやってます。でなんかすごくあのお母様たちからの評判がいいとか言ってね、どんどん奥さんも乗ってきちゃって、難しい曲とかもチャレンジして、なんか楽しんでます。そんな感じのね気分そんなこと言ってるうちに、今奥さんからまたメールが来て、あの印刷お願いしますと言って、中島みゆきさんの糸の、楽譜を、購入してプリントアウトしてくれという、依頼が来ました。今日の夜は糸です